はい、どうも皆さんこんにちは、ポールです。本日はですね、全米選手権男子シングルの結果振り返りをやっていこうと思います。本日朝に行われていた全米選手権の男子シングル見させていただきまして、せっかくなんでね、熱が冷めやらぬうちにということで見ていければなというふうに思っております。よろしくお願いします。それでは早速見ていきましょう。レッツゴー。まず男子シングルの最終結果の方を見ていきましょう。こちら1位ネイサン・チェン選手、2位イリア・マリニン選手、3位ヴィンセント・ジョー選手ということで、こちらの3名が表彰台に上っております。全体の感想としましては、ショートプログラムは気迫のこもった素晴らしい演技が非常に多く見られてまして、ショートプログラム100点超えがなんと4名、90点超えが7名ということで、アメリカでもショート90点を超えても最終グループ入りできないという事態になってしまいました。フリースケーティングはショート100点超えカルテットのうち3人がフリースケーティングで転倒が見られるなどのミスがありまして、ショートの時と比べて神演技揃いという感じにはなりませんでした。ただネイサン・チェン選手が多少乱れとかがあっても300点は優に超えてくるかなというふうに想像してたんですけれども、2位のマリニン選手まで300点に乗せてくるとは正直予想外でしたね。このあたりは後ほどゆっくりお話しさせてください。従来の全米選手権はいい演技に対しては比較的高めに点数が出る傾向ですから、PCS もそうですし、例えば GOE も、プラス3かプラス4でジャッジが迷った場合は大体プラス4にしてくるみたいな感じで、大盤振る舞い気味なスコアになりがちですから、全く同じクオリティの演技をオリンピックとか世界選手権でやっても、今回と同じような点数が出るかは不透明っていうか、おそらく控えめな点数になるかもしれないんですけれども、とはいえですね、アメリカ男子全体として高いレベルを誇っているっていうのは間違いないかなというふうに思いました。そしてですね、全米選手権の後、今年の2月に行われる北京オリンピックの代表メンバーも発表されていまして、ネイサン・チェン選手、ヴィンセント・ジョー選手、そして今大会4位に入ったジェイソン・ブラウン選手が北京オリンピック代表メンバーとして選出されました。またですね、3月末に行われる世界選手権代表メンバーも同時に発表されまして、そちらはですね、ネイサン・チェン選手、ヴィンセント・ジョー選手、イリア・マリニン選手という3名が、現時点で決まっております。オリンピックがあるシーズンの世界選手権って、割ともともと決まっていたメンバーが辞退したりとかで、補欠メンバーが繰り上がったりっていうのが、よくありますから、本当にこの3人のまんまでいくかは分かんないんですけれども、現状このように決まっております。それではですね、この後個別に演技の内容や感想などをお話ししていこうと思います。まずは今大会1位のネイサン・チェン選手、ショート 115.39、 フリー 212.62、総合 328.01 ということで、全米選手権6連覇を果たしております。今大会からプログラムをショートもフリーも2シーズン前のものに戻しておりました。ショートプログラムはラ・ボエーム、フリースケーティングはロケットマンということで、個人的に両プログラムともに非常に好きな作品でしたし、このシーズンですね、世界選手権が、例の感染症のせいでなくなってしまっていて、大舞台でこの作品らを見る機会が失われていたので、再演っていうのは非常に嬉しく思っております。ショートについては4回転フリップとトリプルアクセル、後半に4回転ルッツトリプルトーループということで、ネイサン・チェン選手史上最も高難度、ベースバリューの高くなる構成で挑んできてまして、これをあっさりとノーミスしてきました。全てのエレメンツで高い GOE ももらえておりましたね。4回転ルッツトリプルトーループは2018年の世界選手権のショートプログラム以来の投入となりましたが、これを後半にあっさり成功させてくれました。むしろ練習ではトリプルアクセルとこの4回転ルッツトリプルトーループ、もう一段質の高いジャンプを飛んでいた印象があるんで、もしかしたら GOE のところで点が伸ばせる余地も残されてるのかなというふうに思いました。ステップシーケンスでは GOE 満点ももらってますし、スピンも全部レベル4で高い GOE ももらえてるんで、本当にショートに関しては隙がなかったというような感じになっております。フリースケーティングは5本の4回転で、これまで2回繰り返していた4回転トーループを4回転フリップに変更してきて、さらに構成の難度を1段階上に上げてきました。
まあシーズン初戦のスケートアメリカの時は4回転ループを含めた6クワード構成だったんですけれども、まあそこと比べると5クワードって、まあ安心感というか安定感感じますよね。まあ5本も4回転入れといて何言ってんだっていう感じなんですけれども、まあ、ただですね、本番の演技では2本目の単独4回転フリップで転倒、そしてコレオシーケンスでも まさかの転倒があったっていうことで、まああれだけ神経の使うジャンプを立て続けに飛んでおいて、まあ、体力カツカツっていうところで、まああれだけ激しい動きを含めたコレオシーケンスなんで、まあ転倒はかなり珍しいですけれども、まあまあまあっていう感じですかね。まああと個人的にかっこいいなって思ったところで、まあなおかつこのプログラムのポイントにもなるであろう4本目のジャンプの4回転ルッツですね。2シーズン前はここがトリプルアクセルだったんですけれども、今シーズン今大会からは、まあ、4回転ルッツに変えてきてまして、まあ多分それに伴って音楽も多少編集されてましたよね。ステップに入って、まあ、あの歌が入るところですね、そこの前のパートが若干引き伸ばされてまして、まあ、おそらくここですね、4回転ルッツを入れるということに伴って音源の編集をしたんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、本当に曲の盛り上がるピークのところで4回転ルッツを飛んで、その後すぐさまステップに入るっていうね、もうめちゃくちゃかっこいい仕様になっておりました、まあ、トリプルアクセルを飛んでいた時もここのパートすごい好きだったんですけれども、4回転ルッツになったことでさらにかっこよくなっておりました、まあ、でですね、後から知った話なんですけれども、ネイサン・チェン選手もまあどうやら怪我をしていたらしくてですね、全米選手権のエキシビションには出演しないという話を聞いております。まあ、あまり体の状態が万全ではなかったらしいので、まあ、北京オリンピックまで日は少ないんですけれども、体の状態をしっかり整えてオリンピックでは素晴らしい演技が見れることを楽しみにしております。続きまして第2位、イリア・マリニン選手、ショートプログラム 103.46、 フリースケーティング 199.02、総合 302.48 ということで、まあ、今大会のダークホース的な存在になった17歳のマリニン選手が、まあ、今大会大活躍を果たしました。ショートフリーともに完璧な演技でしたし、まあ、最もインパクトを残した選手になったんじゃないかなと思います。まあ、ご存知の方も多いと思いますが、まあ、一応触れておくと、ご両親がロシア出身のフィギュアスケーターでして、まあ、両方ともウズベキスタンの代表として、まあ、国際大会に出場していたとのことです。両親ともにウズベキスタンのチャンピオンになっていて、お母様のタチアナ・マリニナさんに関しては98年と2001年の NHK 杯で優勝しているとのことです。そんなご両親を持つマリニン選手ですね、まあ、今シーズンの主戦場は、まあ、実はジュニアだったんですけれども、まあ、今大会の全米選手権ではジュニアで飛ぶことができないショートプログラムの4回転ジャンプを2本組み込んできて、ショート4回転ルッツと4回転トーループ、3回転トーループの2つの4回転含めて完璧な演技を披露。しかも4回転トーループの後のセカンドトリプルトーループですね、両手が上がっておりました。フリースケーティングでもショートプログラムの勢いそのままにほぼパーフェクトな演技、4回転ルッツ、4回転サルコー、4回転トーループを2本にセカンドループもありということで、まあ、僕みたいなジャンプ中が泣いて喜ぶようなジャンプ構成でした。まあ、ちなみにこれでも後半ですね、あのセカンドダブルループになってるんですけれども、元々の予定はセカンドトリプルループを予定していたということで、まあ、これだけの演技を見せていて、まあ、なおかつ伸びしろも残しつつっていう感じだったんですけれども、得点もあと少しで200点に届こうかというぐらいの点数をマーク、総合では300点超えを果たすという、まあ、圧倒的なインパクトを残してくれました。ジャンプ全体の軸がすごく細くって、まあ、そもそも回転軸を作るのが、まあ、すごく速くてうまいっていう印象があってですね、まあ、4回転ルッツに関して言うと本当に3回転を飛ぶかのような力みのなさというか、ジャンプを飛ぶ前の左膝ですね、あのそこまで曲がらずに比較的あっさり踏み切ってるように見えるんですけれども、しっかりと高いジャンプを飛んで4回転をしっかり回り切ってるんですよね。まあ、ただ回転軸も細いけれどもしっかりとぶれない安定感のある回転軸を即座に作っていて、まあ、それをジャンプ中に維持し続けられてるんで、まあ、あんな綺麗な軸を作れるんだったら、まあ、それは4回転余裕で飛べるわなっていう感じに個人的には思いました。まあ、さらにはですね、練習ではトリプルルッツのコンビネーションジャンプでセカンドに4回転トーループ、さらにはですねセカンドに4回転ループも飛べてるっていうことですし、まあ、ちょうどこの動画を投稿しようと決めた時に
ツイッターで4回転トーループ4回転トーループっていうねビッグコンビネーションをイーグルからの入りで成功させている動画もありまして、もうねずっと驚愕しっぱなしなんですよね。まあしかもですね、ただジャンプが飛べるという選手ではなくて、ジャンプの前とか降りた後もステップや独創的なムーブメントを組み込んでいました。まあ、ステップスピンの技術レベルも一つ一つ高いですし、まあ、クオリティも高いということで、まあ、本当に隙のない選手だなといった感じでございました。まあ、次世代の全米や、まあ、あるいは世界を担っていくスケーターになると思いますし、まあ、まだ17歳ということで、まあ、非常に若さあふれるスケーターですから、まあ、ただ若いうちからこんだけ高難度な技を練習でやり続けているっていうことなんで、まあ、怪我とかの心配もあるんですけれども、本当に楽しみなスケーターですよね。まあ、今回残念ながらオリンピックの第一補欠ということにはなってしまったんですけれども、世界選手権の代表メンバーには選ばれてますし、まあ、正直ポテンシャル的にも初出場ながらいきなり表彰台に乗ってももう全然おかしくないっていう、まあ、そんなことも考えられますんで、まあ、期待を持ってこの後のマリニン選手注目していきたいなというふうに思います。そして今大会3位に入ったヴィンセント・ジョー選手、ショートプログラム 112.78、 フリースケーティング 177.38、 総合 290.16 ということで、まあ、ショートはほぼ文句なしの素晴らしい演技。今シーズン特にショートプログラムの安定感が本当に抜群ですよね。冒頭の4回転ルッツは回転不足もなければ転倒も全く心配がないようなビッグジャンプでした。4回転サルコーは、まあ、残念ながら Q マークがついてしまいました。今シーズンショートで4回転ルッツと4回転サルコー、フリーで4回転ルッツ、4回転フリップ、4回転トーループに4回転サルコー2本と有効性だったんですけれども、まあ、なかなか今シーズンも4回転サルコーで Q マークがつく場面っていうのが、まあ、他の大会でも見られましたので、ヴィンセント・ジョー選手については右足でトーをついて飛ぶ4回転ルッツと4回転フリップについては、まあ、回転不足がつくことも少ないので、まあ、ショートとフリーで3本飛ぶ4回転サルコーを、まあ、ルッツなりフリップなりに変えた方がよくねって個人的には思ってたんですけれども、フリースケーティングの方でですね、4回転サルコーを1本にして4回転ルッツを2本飛ぶ構成に変えてきました。まあ、ただですね、フリースケーティングはちょっとミスが相次いでしまいました。冒頭の4回転ルッツで乱れた後、4回転フリップと4回転サルコーは非常にいいジャンプで立て直せたかのように見えたんですけれども、その後のジャンプで、まあ、立て続けにミスをしてしまいました。2本目の4回転ルッツは転倒こそなんとか免れたんですけれども、大きくバランスを崩してしまいましたし、最後のトリプルアクセルで大きく転倒してしまいました。コンビネーションジャンプも1本しか入っていなかったですし、まあ、ヴィンセント・ジョー選手にとっては前回大会にあたる NHK 杯ですね、まあ、こちらも同じようにフリースケーティングでミスが続いてしまいまして、まあ、その時の悪いイメージを払拭することとはなりませんでした。まあおそらく同じミスは3度は繰り返さないでしょうし、まあ、本来シーズン後半にピークを合わせるのが非常に上手い選手だと思いますので、北京オリンピックでは、まあ、最高の演技が披露できると信じております。続きまして第4位、ジェイソン・ブラウン選手、ショートプログラム 100.84、 フリースケーティング 188.94、 総合 289.78 ということで、まあ、ブラウン選手4回転なしでもショートプログラム100点超えを果たしました。まあ、全米仕様の採点だったとはいえ、ショートプログラム7つのエレメンツのうち冒頭のトリプルフリップ、ステップシーケンス、最後の足換えキャメルスピンで GOE 満点を獲得してきたということで、もうもはや神業のオンパレードだったショートプログラムでした。そしてですね、フリースケーティングも、まあ、冒頭の4回転こそ転倒したものの、その後は GOE がまあ思わずね笑顔になりそうなほどモリモリついてくれました。今回のこの演技は冒頭の転倒の後全て一息で滑り切ったかのような、もう流れが一切1ミリも途切れることがなくてですね、まあ、技術と芸術の融合をここまで高い次元で行える、まあ、唯一無二の選手だなと改めて感じました。まあ、僕個人としましては中盤のバレージャンプからのトリプルループとか、あとは3連続ジャンプが終わった後からの演技の最後までの流れがめちゃくちゃ好きでして、何回見ても感動するんですよね。まあ、僕自身何度も言ってる通り4回転ジャンプとか、まあ、そういった高難度ジャンプにすごいワクワクするタイプの人間なんですけれども、まあ、ブラウン選手の演技は、まあ、そういった高難度ジャンプなしにしても、まあ、胸がいっぱいになるような、まあ、そんな満足感を感じるような演技だなとつくづく思っております。まあ、やっぱりオリンピックって普段フィギュアスケートを見ない人も注目する大会じゃないですか。まあ、なのでフィギュアスケートを見ていない層の方にもこのジェイソン・ブラウン選手の演技素晴らしさっていうのはきっと届くと思いますんで、オリンピックのジェイソン・ブラウン選手の演技すごく楽しみにしております。
最後にですね、もう一人今大会この選手もちょっと取り上げさせていただきたいんですけれども、11位に入ったドミトリエフ・ジュニア選手、もともとですねこの選手はロシア代表のスケーターだったんですけれども、今季からアメリカに視線上を移しまして、この全米選手権に出場してきました。まずショートプログラムでトリプルルッツトリプルフリップとい う、 もう誰も真似できない、いわゆるチンジャンプを、失敗したものの飛んできてるんですよね。通常コンビネーションジャンプは回転方向が反時計回りの選手の場合は、ジャンプの特性上ですね、セカンドジャンプはトーループかループしか使えないんですけれども、ドミトリエフ選手、何を血迷ったのか、それはダメだ。ドミトリエフ選手の素晴らしい技術力とひらめきによって、降りてくる足を通常の右足ではなく逆足、つまり左足で降りてきてセカンドジャンプにフリップを飛ぶという、離れ技をやっております。ちなみにこの変態コンビネーションジャンプは、すでに国際大会2018年のネーベルホルン杯のショートプログラムで成功させております。さらにはフリースケーティングですね、冒頭はあの4回転アクセル、今話題沸騰中のこの大技、実はドミトリエフ選手も以前から取り組んでおりました。2018年以降ロシアの国内大会ですとか2018年のグランプリシリーズロステレコム杯などで合計3回ほど試合で4回転アクセルを飛んでおります。ただいずれもダウングレードで転倒となってたんですけれども、この全米選手権ではなんとダウングレードではなくアンダーローテーションまで回してきました。実際ドミトリエフ選手が練習でどこまで4回転アクセルを完成させてるのか分かんないんですけれども、試合っていうところでいくと、これまでから一歩大きく前進したといった感じでしょうか。こんな感じでですね、試合での成績以外にも、明確な目標とか目的を持って挑戦していってる姿っていうのは、僕個人としてはね、見ていてすごいワクワクするしかっこいいなと思います。はい、ということで、今回は全米選手権男子シングルの結果や内容について振り返っていきました。今年も全米選手権非常にバラエティに富んだ素晴らしいスケートをされる選手たくさん見れてすごく面白かったなというふうに思いました。よかったら皆さんの全米選手権の感想なんかも教えてください。このチャンネルではフィギュアスケートに関する動画をいろいろと投稿しております。今後もいろんな大会続いていきますが、こんな感じで振り返りの動画出していければなというふうに思ってますので、興味のある人はぜひチャンネル登録をしていただいて次の動画をお待ちください。ということで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。さよなら。